そしてじゃあ元気でな、みんな。ぶっちゃけ役に立てたかどうかわかんないけど、仲間に誘ってくれて嬉しかったぜ。セコアザバッカで一番頼りなかった秀吉は、今実はうちらの中で密かに英雄扱いされている。自分の知らぬ間に植木の消滅を食い止めていたことを本人はまだ知らないのだけど、あえて教えない。今度うちに遊びに来てね。凛子ちゃんはその後もう一度ロベルトに思いを告げたらしいが、結局うまくいかなかったみたい。なぜか凛子ちゃんが振ったって噂だけど。ほらな、ええ温泉見つけたらまた連絡するわ。佐野は高校受験の後4月まで世界中の温泉巡りの旅に出た。高校入ったら本格的に地理学から勉強するみたい。そして植木は、じゃあこの問題を。植木康介。はい。y イコール9分の 1x プラス3分の1ですか。よし、よくできた。うっさい。植木のやつ最近また上がってきてるよな。学期末のテストの分。うん、半年前なんかドベだったのね。植木頑張ってるもんね。ねえ植木。ん？あんた最近女子に見直されてるの知ってる？女子に好かれる罪も何もないのにさ。知らねえ。やっぱ才能なんて努力でどうにでもなるもんなのかな。財2つしかないあんたでもここまでやれるんだもんね。あ、そういえばあんた空白の財になんて書いたのよ。いい加減教えれ。秘密だ。これが今の私たち。今じゃあの数ヶ月が嘘に思えるくらい平和だけど、最近たまにまたあんな日々もあってもいいかなって思う時がある。みんな、今日は新しく赴任してきた先生を紹介する。まずお前らが学ぶべきことは、昔どっかの偉い学者さんが残したこの言葉だ。少年よ、誠意を抱け。なにそれ、先生変わってない。大使ですよ先生。いいんだよ、俺が作ったんだから。